初見実況モンスターハンタードス実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。ナナテスカトリ、うんですね。次はで、アイテムしっかり準備しておきましたよ。もう完璧ですね。回復薬グレートも10個ね。うんで、調合書と青キノコとね、薬草とりあえずあるだけ一応持ってきます。うん、何があるか分かりませんのでね。うんで、このね、モモゲジュウの毛と大きな骨でどうやらメインマストが作れるみたいなんで、ちょっとね今調べてたんですが、作りましょう。うん、船長、うん、船長が欲しがってるやつですね。うん、これちょっと私に行こうね。で、飯は食わない方向でお願いします。下がる、8割下がるわ。なんか最近下がってばっかり。で、メインマストあげましょう。うん、持ってきたで。はい、あ、ちょ、違う違う違う、え、1個じゃないの？6個。どうやらメインマスト6つ必要みたいです。マストだぜ、6つもいるの？そんなつけんの船に。大きな骨とあと5個と、モモゲジュウね、いっぱいあるんでね。よかったよかった。よし、作っちゃいましょう。 100% OK。 これで OK ね。はい、おまた見ます。うん、ありがとうよ。これからも村のために頑張ろうぞ。どうぞ。あとなんか出てるね。クエストかな。水流、水流にやられて大怪我を負い、ハンターを引退した。それから、うん、造船の技術を、学び出したんだわい。だが、いまだに奴を超える大物のモンスターには出会ったことがない。ときた。別に俺はあの水流を恨んでるわけじゃない。ハンター稼業ってのはそういうもんだからな。だがな、チビスケ、いつかお前が奴に出会ったら、その時はなんとか奴に打ち勝ってくれ。俺の見込んだハンターがいつか奴を狩る、それが俺のもう一つの夢でもあるのよ。なんか重要なこと喋ってたみたいね。めっちゃ飛ばしてたわ。ホピッシュ、あ、これはね、商業ばあちゃんが売ってくれるんで。いないかな。あ、いた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 。3個ぐらいだっけ。3個でいいかな。こういうのもね、ちゃんと渡していこうね。よし、シナリオにはねちょっと関係ないかもしれませんが、さて行こうか。ナナテスカトリウィス。今度の相手は炎の古竜ナナテスカトリー。この古竜の追跡は困難を極めるぞ。だが、もし君が討伐に成功したら、その時はオイラも。いや、すまん。今話しちゃって仕方がないしな。なんでもないよ。さあ、準備を済ませたら狩りに出発してくれ。時間帯が気になるなら、ベッドで一休みして来るのもいいかもな。そっか、夜がダメなんだ。なんかそんなこと言ってたね、そういえば。何も聞いていない。よし、寝よう。ちょっと一発クリア。討伐じゃないんで、撃退すればいいんでね。まあなんとかなるとは思います。うん、で装備もね、もうだいぶ頑強な装備になっているので、あとはちょっと初見なもんだから、相手の攻撃モーションなどをね見つつ戦っていこう。村長、
うん、はい、ナナテスカトリ一体の撃退星4、炎の鬼神と思ってた、これ4だよね。うん、さあ行きましょう。さあもうね、このモンスターハンタードス、シナリオね、終盤まで近づいてきております。もうこれね、始めてだいぶ経つな、もう1年越しだからね。普通だったら1ヶ月あればクリアできるよね。何年やってんだよ本当に。行こう、それだけね難易度が高いってことなんでね。うん、ぜひともね。おっと、久しぶりだな村長、このパターンで出現するのは。風の古竜クシャルダオラをも超える相手、炎気流ナナテスカトリ、飛ばしていく。よし、お、爆弾あるね。爆弾と閃光玉があるな。で、コタル爆弾、オータル G ノーマル。状態異常とか気にしてなかったんだけど大丈夫かな。肉持ってきてんね。オッケーオッケー。多分ね、最初はムービーが入ると思うんで、どっから行こうかな。43あたり回っていこうか。43あたり、こっちから行こう。クーラーのどこね。よし、決戦の時じゃ。ナナテスカトリ、これが一応けど最終ボスみたいになるのかな。最終的にナナテスカトリを倒すみたいなね、そういうことよね多分。こんな難しいゲームやとは思わなかったわ本当。サードと比べたりするとね、全然違うからね。めっちゃ簡単よね、そう考えると。サードって、うん、セカンド G が難しいのかな。うん、セカンド G ドス、それ以降はもうぬるぬるゲーだわもう本当に。ここじゃないかってことは5か6だな、そんな気がする。5、6行こう。うわ、どんなやつだろう。ナナテスカトリはね本当見たことないよね。F4 で出てきたっけ？ 3G か？ 3G で出てきたっけな？出てきてないとは思うんだけど。なんか湖からでっかいモンスターなんか出てくるやつはやったんだけど、3G ね。うん。トライ G か。うん。あれみたいな感じなのかな？でかいんか？いや、でかかったらちゃんとそれ用の決戦ステージ用意されているはずだから、多分クシャルダオラぐらいのサイズだと。うん。勝手に想像しておこう。うん。で、キリュウだから、姫様の G だから、多分女の子なんだろうね。うん。女の子。てか、いなくね？ 7？ 7っぽいな。なんか今読み込みがあった、CD。7じゃない7じゃない7テスカトリなのに7じゃない。帰れ帰れデコンゲ。こっちじゃないかってことは外にいるのかな。2番とか1番に行って一回ムービー挟んでからこっちの火山に入ってくるパータンのやつ。じゃあめっちゃ無駄足やん、このぐるっとしたの。返してくれよ、クーラードリンク1個返してくれよ。絶対2番でしょこれ。もう1とかって笑うけどな。もう頼むわマジで。もう絶対1やんこれ。もう全部回ってきたわ今。4、3、5、6、7、2で全部回って全部外れだわ。ちょっと幸先悪いな。多分ここだね。え？ちょっと千里眼飲むか。どうやら固定じゃないみたい。場所のね、場所は固定じゃないみたいな。ちょっとあれいない？気球。気球がいたらね、手を振ったら場所教えてくれるんだけど、気球もない。ちょっと入り口付近でね、千里眼飲んでガッと追いかけます。マジか。マジか。8番はさ、違うじゃん。8番は戦闘系のエリアじゃないじゃない。千里眼返してくれよ。そこはピッケルゾーンじゃない。 8？ これみんな積むんじゃない。最初いないんだけど。 OKOK、 8ね。撃退だからな。最初だからクシャルの時は撃退結構ね、そんなに苦戦はしなかった。うん。でもね、最終的には討伐戦ってね、倒さなきゃいけないってなった時めっちゃ強かったからね。大丈夫かな、怖いな。こっちクーラー、そろそろ効力切れそうだな、なんか。いやぁ、よし、やっと着いた。結局全部回ってきた。辛い。辛ぁ。ムービー入ります。やばいね。青い。クシャルダオラじゃん。え、クシャルダオラじゃん見た目。なんか顔は違うけど基本的に。ここで戦うの？
基本的にさ、クシャルっぽいよね、なんか。いけいけ、よしよしよし、いいよいいよいいよ、気をつけて、相手の動き見て、相手の動き、よしよし、よけろよけろ、オッケーオッケーオッケー、相手の動きね、ちゃんと観察しよう、オッケー、よしよし、うまい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 、いいのいいよ、今のいいよいいよ、はぁ、クシャルじゃん、もう攻撃は、クシャルの非番だね。いけるいける、それなら、それなら話は早い、いいよ、オッケーオッケー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、あ、こんなのちょっと想像してたのと全然ちゃうわ、しっぽしっぽ、大丈夫大丈夫、毒りましたね、いいよ、いけるよ、落ち着いていこう、落ち着いていこうね、え、ほんとクシャルのさ、ほんとに非番だね、あー今のはちょっと避けられ、うわっ、予兆があったね、今のは、今のは予兆を見逃した、あやばいやばい、追い込まれた、追い込まれてる、追い込まれてる、あー、あぶれあぶれあぶれ、ちょっと体にさ炎をまとい出したよ、あ、これやばくね、やばくね、やばくね、大丈夫だ、体に炎をまとってる、これ近づいたらダメージ食らうよね、多分あの爆発は読めないわ、やばい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 、なんか燃えるって、よし、え、なに、水をくれ、水を、燃えてんだけど、うわー、けど、うわー、ふわふわ、危ない危ない危ない、ちょっと、あー、やばい、これやばい、やばやばやばいっすー、あ、わかった、こういう時の、あーが、あぶれい、グレート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 、えーしょー、きさ、あ、ちょっと待て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 、飛迫飛迫飛迫からそこを狙っていく、よしよしよし、オッケーオッケー、そういうこと、火吐いたら閃光玉投げちゃえよっていうこと、暴れてるね、火吹いたら閃光投げちゃえよってことだね、で、ピヨってるときはね、火が消えてるね、あー、ちょっとその位置はちょっと戦いづらいな、その位置は戦いづらい、やーべえやべえやべえ、ちょっと暴れすぎや、ちょ、回復しよう回復しよう、落とされる、マジで落とされる、これはい、ここ回復ポイント、相手が火吹いてるときはね、回復ポイントでもあるね、もう一回、もうちょっとこっち来いよ、真ん中来い、真ん中、よし来い、何してんおじけづいたか、エテの恐ろしさに、あー、ちょっとナメプした、今のはエテが悪い、ナメプした、危ない危ない危ない、ちょっと火吹け、火吹いてくれ、頼む、回復ができない、頼む、あー、これはやばい、帰ってくるのが早いな、帰ってくるのが早いから、回復する隙ができない、今回復してたら確実にまたもらってたからね、失敗したー、もうここあー、もう回復できやんか、もう回復できやんって、ちょっと全開にしときたいんよ、やっとか、よしよしよし、ちょっと携帯食料も食べたいな、ここに来てか、今のうちいける、で、この時にできれば後ろに回り込みたい、よし、来た、オッケー、よしよしよし、いいよいいよ、で、近づくとね、ダメージもらっちゃうんだよね、この火でダメージ食らっちゃう、あ、やばい、これ爆発する、
なんかラッキー、なんかラッキーラッキー、逃げた逃げた、ザコ、しまあけどこれ撃退ってなると結構厳しいかもしれない。うん、クシャルダゴラみたいに流風圧じゃないから攻撃することはできる。うん、飛んでいった、どこ行った。うん、攻撃することはできるんだけど、よし、ただダメージをね食らっちゃうよね。うん、食らっちゃう。それがどのぐらい回復できるかってこと。うん、だから基本的には多分体力はマックスを維持、一撃でも食らったら回復しとかないと、ダメージ食らった状態で攻撃仕掛けに行ったら、まあその食らってなくてもどんどんダメージ負っちゃうから、それで削られる。でそこで一撃もらって落ちるみたいな、それだけは防ぎたいね。うん、で状態異常も特になくて、爆発が怖いな、あの爆発。いいね、古竜骨。あの爆発のモーションをなんとかちょっと盗んで覚えとかなきゃ、ちょっとまともには戦えないかもな。炎黒の木、まあけどクシャルダオーラよりはエテポンゲ的には戦いやすい。うん、ナナテスカトリ、ダメージを食わない、食らわない方法ってあんのかな。逆にクーラードリンク、クーラー、水かぶるとかないわ。そんなモーションがないわ。いや、いけるな。もっとでっかいさ、ごっつい竜だと思ってたんよ。お、ちょっと発展した。多分、メインマストだな、これ。おっちゃん、誰？うっす。親方の造船所で働いている弟子っす。繁殖期は、あたくてつい眠くなっちまうっす。要注意っす。親方の普段は優しくて楽しい方っすけど、船のことになると本当に目の色が変わるっす。もし船が完成した日にはハンターさんを乗せてやる約束をしたんだって親方が言ってたっす。何をするつもりかは知らないけど、親方はちゃんと約束を守る男っす。楽しみにしててくださいっす。す。よし、村長？村長でいいんかな？村長？聞いたかい？新たに見つかった古竜ナナテスカトリは今砂漠にいる。砂漠での目撃例は夜に集中しているようだな。昼に出かけるのは得策じゃないだろう。君が撃退に成功すれば奴は別の場所へと逃げていくはずだ。追跡を続ければ奴は自分の巣のある孤島へ向かうに違いない。古竜を追いかけて巣の場所を探るなんて並大抵のハンターじゃ絶対にできない芸当だけど、君なら不可能じゃないかもとも思えるんだ。君が挑むというならオイラは全力で応援するぜ。頑張ってくれよ。なるほど、次は夜だな。夜にその砂漠に行けってことですね。おっと、なんかすごいのできてる。こんなんできてたっけ。チビスケ、お前はいつも村のため港のため一生懸命走り回っているようじゃないか。受け取れ、これは礼だ。ホワイトレイバーパーフェクトボディ。あ、別に入れるわけじゃないんだここあとなんか頼み事あった人いたかな。おい弟子。うわー、黄金石がないな。黒真珠、え、あるじゃん、あるじゃん、あげる、ある時はあげる。うん、うん、どうも。ばあちゃんは水流のヒレってのがね。水流ってガレオスだよね。ガレオスはちょっと勘弁してほしいわ。ちょっとこっちにも行こうか、炭鉱ね。おい、パーゲーパーゲーチュース。
なんか出てきた、いいの。謎の骨、いらねえ。もうピッケルやるから、もう頑張れよ。よし、頑張れ。オッケーオッケー。じゃあ次は、夜の砂漠に行って、また撃退だね。で、その、ナナテスカトリが、孤島に帰るのを、待つと。そういうことだな。うん。誰？あなた、あなたなのね、ジャンボ村の未来を描く、しょ。腕利きのハンターかっこいい。私もあなたみたいな強い人になりたくて港の親方に腕相撲の挑戦をしてみたの。そしたらもう散々思いっきりひっくり返されて服がほこりだらけになっちゃった。やっぱりそう簡単にまねできるものじゃないのね。残念。そんなことよりサインお願いします。なんか村人増えたね。聞き上手。こんにちは、ジャンボ村の立役者の凄腕ハンターエデボンゲさん。君の活躍はいろんな人から聞いているよ。君が狩りに行っている間は僕らが団結して村を守る。だから安心して狩りに専念してね。この村をもっと良くしていきたいと思ってるのは君は村長だけじゃないってこと。一緒に頑張ろう。そうだな、うん。オッケー。じゃあ次はそうだね、砂漠でまたナナテスカトリの撃退に行きたいと思います。はい、では今回一回ここで切ります。ご視聴ありがとうございました。